おじさんこんにちは、アリちゃん。エアうどん、すすってください。エアうどん。はい、オッケー。マサさん、アリちゃん、おかえり、おかえり、ただいま、ただいまか、ただいま。イエーイ、待っててくれましたか。お、ミントさん来てきた、ありがとうございます。イエーイ、いらっしゃいませ。あ、アグネちゃん、アリぽよ、アグぽよ。山のみかんさん、おはよう、おはよう、待ってたよ、ありがとう。よっきゅうさん、ハロー、ハロー、ヤッフー。さっちん、ありちゃん、おはよう。さっちん、おはよう、ありがとう。かえちゃん来たよ、かえちゃん、ありがとうございます。職場で仕事なう無音。さっちん、さっちん、さっちん、あ、さっちん、ちょっと待ってね。あ、いいの見っけ。ちょっと少々お待ちよ。水泳から帰ってきた。お、水泳からお疲れ様です。スイ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 。 ST で風流行ってるらしい。嘘、あゆみさん嘘でしょ。アリさんまだ来てないぞ。2回目待ってたぞ。お、寝ずに。お、ダンジさん、ありがとうございます。ダンジさん夜勤から帰ってきたのに本当にありがとうございます。嬉しい。なおちゃん、おはよう。あ、スクショだけして出稿します。なあ、さっちんありがとう。イエイ。七のおじさん、ありがとうございます。よくできました。ありがとうございます、七のおじさん。うどんさん。お、峯岸たまごさん、ありちゃんおはよう。峯岸たまごさん、おはよう。イエイ。あ、ビッグバンさん、こんにちは。ビッグバンさん、こんにちは。朝なのに元気ね、ほっこり。あゆみさん、ありがとうございます。今日夜中2時に起きて山梨に来てるよ。お、夜中2時に起きて山田ち、大変だな、かえちゃん。おお、お疲れ様です。いちごさん、今日何するの。今日の配信はじゃじゃん、グッズを決めましょうということで、グッズを、そう、ありさのね、グッズ候補を今朝また追加したというか、減らしたのかな、絞ったんですよ。そう、10個以上あったグッズの中から今4つに絞りました。また後で詳しく説明します。また後で。カッキーさん、こんにちは。チュンさん、おはようさん。アキラさん、おはよう。サッチン、売りすぎる。ありがとう、サッチン。サッチン、ありがとう。三つ目かわいい、いちごさん。エナチュンさん、髪型かわいい、ありがとう。イエイ。今日は三つ編みにしちゃったよ、また。スクショしたい。あ、仕事頑張れる、サッチン。ファイト。サッチン、ファイト。イエイ。おはよう、花さん、おはよう。あゆみさん、かわいい、ありがとう。この後も頑張ってね。では出航します。そっちに頑張ってください。お仕事ファイトです。元気ね。花さん、ありがとう。お、ななこさん。こんにちは、初見です。ありがとうございます。じゃじゃん。ST48 の広島県出身、12歳、中学1年生。ありちゃんこと、ミニオシャリサです。よかったら、ルームフォローお願いします。右上のハートをポチッと押して、じゃん。ピンクに変えちゃってください。ルームフォローお願いします。お待ちしてます。イエーイ。2度目まして。
休憩だ。お、福さん2度目まして、本日2回目です。ありがとう。お、レイさん部活だ、頑張ってください。レイさん部活ファイティング部活ファイティングです。お、スティーブさんおはよう、また来ました。ズッキー、あ、ズッキーさんだ。ズッキーさんいらっしゃい、来てくださってどうもありがとうです。あ、じゃさっきのチャオの風呂から、あ、バレましたかバレちゃうか。じゃん、黒板、黒板です。そう、チョークもついてきてからね、自由に書けますね。ハート自由に書けます。はい、で黒板消しもついてるので、消し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 と。オッケー、こちらの付録ですね。ピンポンピンポンだよ、ルルナさん。あ、グレトマンさんこんにちは。ニコちゃん、アニちゃん、ニコさん、ありがとうございます。あ、小井様さんおはよう。カンちゃんこんにちは。小林さんこんにちは動画サイトでアリちゃんの自己紹介見てきました。笑顔がかわいいってツッキーさん。何の自己紹介じゃろう。うん、恥ずかしい。ありがとうございますツッキーさん恥ずかしい。お、ゲソッチさんおはよう。ゲソッチさんおはよう。アグネちゃん怖い話、アリちゃんの十字、アリの十字か、う、嘘怖い話、怖い話できないけど、アリさん笑ってしまう怖い話とかできないなお、シュンさん1回目の配信見れんかったけど、この配信は最高で見るぞ。シュンさんありがとうございます。1回目はですね、昨日候補とか上がってきたあのやつあるじゃないですか、候補、あれを途中まで増やして、で10個以上になりな、そっから投票で上位4つに絞りました。なので今はこちらの4つになりました。ででん、アリサ号、カメさん、アリゾウ、アリサのイラストです。そう、この4つに絞りました。今日はこの4つから1つ選んで、で選んだものを詳しくもう一回具体的に決めていきたいと思います。マナさんおはーり、おはーりです。ビッグウェーブさん、お、ビッグウェーブさんカタカナにしてくれたの、ありがとう。ビッグウェーブさん OK です、ありがとうございます。こんにちは、時間がないのでアリちゃんのイラストがいいです。お、アリノントマトさんありがとうございます。じゃあ一票、あれちょっと待って、あった、じゃあ一票入れます。アリノントマトさんありがとうございます、嬉しい。時間がないのに来てくださって本当に嬉しい、ありがとう。ルナピョンさんこんにちは、こんにちは。運動、レイさん運動できるそれはちょっと聞かない方がいいかと思いますけど運動は全くできません。初、あ、初見詐欺だ。あ、マサさん初見詐欺だ、ありがとうございます初見詐欺だ。あ、エナちゃんさん持ってる、あ、持ってる、一緒だ、やった。ミントさん、アリちゃん南国マンゴー切られてしまった、早く欲しい。あ、ミントさん、アリさんもあとこんだけだよ、作ったやつはまだあるけどうん。あ、グッズってマナさん、そうなんです、グッズです。あの岡山とかのイベントの時にコウコちゃんは手裏剣、コウコちゃんはかっこいい手裏剣なので、イメージが手裏剣なので、あのオタッキー様がオタッキー様が手裏剣をいっぱい持ってコウコちゃんを応援してたのを見て、アリサもそういうのが欲しいなと思ったんです。アリサもそういうのが欲しいなと思ったということで、アリサも何かグッズを作りたいなと思いました。なのでみんなでアリサのイメージに合ったグッズを作っていきたいと思います。そういう企画でございます、よろしくお願いしますチルさんおはよう。チルさん、俺起きて見に来たらもう終わりやって10時から言うで、まただから今、あ、降臨した、オーカーありがとうございます。オーカー朝もやったんですよ5番のオーカーに投票します。5番オーカーありません、オーカーすいませんオーカーいませんのっぴーわっぴーさんおはあり、おはよう、あり、おはよう、あり、50ありんこありがとう。まささん50ありんこありがとうございます。
みさきさんおはよう、フラペチーノさんおはよう、ちささんこんにちは、ジョーカーかわいい、デルナピョンさんありがとうございます。今日はハートです。台風来てません。全然広島は全然平和でございます。みんなは大丈夫でしょうか。台風大丈夫かな。さっちん、あ、久しぶりに来た、さっちゃんか、さっちゃん久しぶりに来た、さっちゃんありがとうございます。いらっしゃい、お久しぶりに、ありがとう。今日は応援グッズを決めるのでね、ぜひぜひ投票にも参加してもらいたいです。お、メロン味のカルピスも美味しいよ。そう、メロン味のカルピス飲みたいミネちゃんのイメージのやつ欲しいですよね、フラペチーノさん。嬉しい、ありがとうございます。そう、アリサっぽいイメージのグッズを1個作って、ライブとかにみんなで持ってきて応援してほしいです。手裏剣みたいに手裏剣みたいにね。あ、しもしも、きのこ食べた？アグネスちゃん、きのこ食べたよしもしも、きのこのこのこ元気な子イエーイ。おはよう、もちゃさん、おはよう、もちゃさん、ありちゃん来たよ。まー、あ、ちゃん、まー、あ、ちゃん、やっほー、まー、あ、ちゃん、欲しがり屋さんバレましたか。ちょっと欲しいなって思ってそうそう、アリちゃんと言ったらこれ的なやつ大事。お、フラペチーノさんありがとう。そう、アリさんもそういうのが欲しいなと思ったんですよね。ほほ、説明ありがとう。皆さんお願いします。あとでまたじっくり詳しくやりますね。朝更新あったのに早い。今通勤途中。お、かた、た、高アナさん今通勤中、気をつけて通勤してね。首につけてるのはハートです。ハートの首輪ですね。ハートの首輪捕まっちゃったよお、レイさん久しぶりに、ありの配信来たかも。ありがとうございます、レイさん嬉しい、いらっしゃい、ありがとうアリ族コーリー、イエーイ来た。シュンさんいらっしゃい、シュンさん待ってました、ありがとうございます。お、部活終わった。ひなたさん、ひなたさん部活お疲れ様です、お疲れ様です。お、サックーさん、サックーさん初見です、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。じゃん、 SD48 のミニアシャリサです。よかったら右上のハートをポチッと押してルームフォローお願いします。ピンクにしてね、ルームフォロー待ってます。イエーイ、サクッチ、サックーさんだ、サックーさん、サックーさんありがとうございます手裏剣目立ちすぎです確かに手裏剣めっちゃでかかったね。あれどうやって作ったんやろ。そう、アリサもああいうのが欲しいにゃん。北海道来て、あ、レイさん北海道も行きたいよ北海道、あ、ななこさんフォローしました、ありがとうございます。ライブ行ってみたいな、見たいな、お、嬉しい。ななかさんありがとうございます。ライブとかもね、ぜひぜひ見に来てもらいたいです。そう、一番近いライブといったらやっぱり今度は瀬戸内7県を回るツアーですかね。握手会がもうすぐあるんですけど、そう、ライブで一番近いのはツアーかな。そう、瀬戸内7県を回るツアーが開催されます。ツアーです、ツアー。ハローフラムキャナダ、ベルトバ、ベルトビアさん、ベルトバーさん、カナダからありがとうございます。萌えちゃん、おはー、おはよう、逮捕さんおはよう。握手券取った、うっ、ヒーさんありがとうございます。ヒーさんどうもありがとうございます、感謝いたします、ありがとう。アリさんもそろそろ握手会の準備しないとねありがとう。お、いや、話進んでる、デンデンさん進んでますよ、進んでる、めちゃくちゃ進んでる、おかしいなお、トマトさんも初見ありがとうございます。初見さんめちゃくちゃ嬉しいです。ちょっと待ってね、トマトさん初見、課長さんフォローした、ありがとうございます、嬉しい、じゃじゃん。ST48 のミネヨシャリサです。よかったらルームフォローお願いします。白いハートをポチッと押してピンクに変えていただけるととても嬉しいです。ミネヨシャリサです、お願いします。トマトさん NMS、 お買い物 YouTube でなんで手裏剣持ってる人いるんだろうって思ったけど、そういうことなの。そうなんですよ、コウコちゃんファンってことなのかなと思って、そうそうそう、
コウコちゃん応援隊みたいな。アリさんも欲しいな。お、アーリー、おはです、おはです、ありがとう。アーリーさん、おは。涙姫さんもおはよう。あ、1時から4時まで部活。お、なるほどなるほど、1時お昼からか。課長さんフォローありがとうございます、嬉しい。涙姫さん鹿児島来て、鹿児島も行きたいと。鹿児島、鹿児島、鹿児島、20日と来月握手会行こう。ひーさんありがとうございます。20日と来月の握手会待ってます。ひーさんありがとう。ひーさん瀬戸内遠い、握手会行きたい。お、ななこさんぜひぜひ握手会来てください、お願いします。11日から3日間、一番近いのだと11日から3日間、なんだっけ、個別握手会が幕張でまた行われます。お、男児さん難しいな感じよ。薩摩、薩摩から薩摩に来て、行きたいよ、行きたい。もうね、日本列島全部回りますね。回りたいと。岡山ライブ、アリちゃん見て感動してないって思った、嬉しい。まーちゃんありがとうございます。まーちゃんどうもありがとうございます。岡山ライブね、めちゃくちゃいい立ち位置をもらって本当に嬉しかったです、ありがとうございます。イエーイ。お、初見です、プーチョロさん、プーチョロさんありがとうございます。ちょっと待ってね、あ、消えた、いい感じ。プーチョロさん初見です、ありがとうございます。プーチョロさん、じゃん、 ST48 のミネーシャリサです。よかったら、右上のハートをポチッと押してルームフォローお待ちしてます。ひなたさんもはじめまして、ひなたさんはじめまして、ミネーシャリサです。よかったら初見の皆さん、右上のハートはないんだけどなと、あれあれ、ハート行方不明だ、右上のハートだ、右上のハートをポチッと押して、じゃん、ピンクに変えていただけたら嬉しいです。ルームフォローお待ちしてます、イエイ。初見の人どんどん増えてるね、で嬉しいことやね、でしおさんめちゃくちゃ嬉しいです、ありがとうございます。初見の皆さん、どん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 じゃんじゃかフォローしていただけたら嬉しいです。アリ族にもなっていただけたら本当に嬉しいです、よろしくお願いします。アリ族とは、じゃじゃん、アリサファンのことです。アリサ推しの方はアリ族と名前がついております。ぜひアリ族にご加入ください、よろしくお願いします。そう、名前の後にアットマークアリサ、アリ族とつけていただけると入会完了となっております、よろしくお願いします。お、夏休みの宿題多いってゆうかさん、いや、あ、でもまあ多かったけど、あと1個、あとお弁当作る家庭科の宿題だけです。さあ、あとは復習とかかな、自主弁とか しとったら OK かな。三つ編みかわいい、あがねちゃんありがとうございます。お、花火さん、グッズとは、グッズとはですね、グッズとは応援グッズのことでございます。応援グッズ、そうそうそう、ライブとか握手会とかに持ってきていただけるようなグッズを決めたいなと思っております。そう、コウコちゃんで言ったら、あの岡山ライブとかにいっぱいあった手裏剣ですかね、手裏剣、ああいうアリサのイメージに合った応援グッズを決めたいなと思っております、よろしくお願いします。ババさんおはよう、なっちゃんもおはよう、レイさん北海道だから遠い、あ、北海道なんですね、なるほどなるほど。あ、裏ジャバツの動画見ましたか、グレトマンさん、アリのセンター、そう、ポリッシュでダブルセンターだったんですよ、イエイ。宿題もどんどん進んでないね、進んでないね、めちゃくちゃ。お弁当が終わってないって何回言ったんだろう、アリさん。全然進んでないよ、お弁当。俺の家の前で握手会開かんかな、絶対あり、あ、大岡の家の前ですか、会場。大阪は行くけど、アリちゃん推しマシで行きたくなるよ、ん、待ってよ、大阪は行くけど、お、大阪来てくれるんですか、花見さん、アリちゃん推しマシで行きたくなるよ、釣ってみて、お、
釣ってみて了解しました。じゃあみんなアリサ推しになーれ、ポカーン釣り竿釣り竿イエーイ。久しぶりに来たけど今グッズどんな感じなの。お、ジュンジュンさん、そうなんです、今はですねダブルセンター、イエーイ、ダブルセンター。今のグッズの候補はたくさんたくさんグッズ候補を挙げてもらったんですけど、投票の結果の上位4つに絞りました。今の結果はまず1番のアリサ号っていうのは、このキャッチフレーズとかにも入ってるんですけど、アリサ号出航っていうのが入ってるんですけど、こういう船のことですね、船のこと、船のことなんですよ、アリサ号っていうのは。そう、こういう船にここにアリサ号って書いていただき、こうやって振って振ってなんか応援してもらうっていうのもあるんですけど、でもこれがデメリットもあって、船っていうイメージを STU 全体が船っていうイメージなので、そう、その STU 全体のイメージをアリサに変えることはちょっと難しいかと思います。そういうデメリットもあるアリサ号さんでしたさあ続いて2番、カメさんっていうのはですね、こちら、じゃじゃん、このウサギとカメのカメさんのことですね。ウサギとカメという本のカメさんのことですね。これはそうなんです。このカメさんはの、ウサギをぴょん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 、ちょ待って待って最初からウサギをぴょん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 進んでいくんですけど、カメさんはのっそりのっそり追いかけていきます。だけどいつかはウサギをぴょんと抜かしててっぺんに立つという意味を込めて、アリサはカメさんを目指しております。そう、ゆっくりゆっくりルームレベルやフォロワーさんなどを増やして、アリ族の皆さんをゆっくりゆっくり増やして、そしていつかは AKB グループの輝くあのてっぺんの存在になれるように頑張るというカメさんを目標にしたっていう意味ですかねそう、なのでカメさんを持ってこう応援していただけると嬉しいかなという候補第2番でした。続いて3番はアリゾーですかね。アリゾー、あ、カメさんありが、かわいいな、ありがとうございます。3番はアリゾーですかね。そう、いつもこの終わり際に言ってるこの標語ですかね、標語。そう、これはアリサの大好きな松岡修造さんの日めくりカレンダーのあのお言葉をね、あの標語としてやってるんですけど、これはとっても勉強になるし、これからの人生につながるいい言葉だと思っておりますので、これもアリサのイメージかなと思ってみんなが言ってくれました。そして最後はアリサのイラストということで、あのアリサの名前のアリにちなんでね、アリサがちょっと適当にね、あのイラスト考えてみたんですよ。じゃじゃん、こんな感じで、このアリですね、このアリはですね、アリサのアリっていうのもあって、アリのモチーフで、そう、それで前にハチマキをつけて配信したことがあったのでハチマキもつけさせていただきました。そして顔のモチーフはですね、こちら、アリサの相棒チューピョン先生のお顔となっております。チューピョン先生のお顔をアリノさんの顔にしちゃいましたじゃーん、そう、アリサのお顔にしちゃいました。それがこちら、アリサのイラストですね。これ、このイラストなどをうちわとかボードとかに書いてなんか使ってくれたら嬉しいなと思って、そうそうそう、もうね、水吉さんがねツイッターに載せてくれたんですよ。じゃじゃん、その画像がこちら、じゃーん、見えない、じゃじゃん、こちらです。見えるかな、 見えないね、ちょっと待ってね、暗くします。こちら、あれ、もっと見えないね真ん中、こちら見えたかな、こちらでございます。これを、こんなのをあのうちわとかに書いて持って応援してもらえると嬉しいです。こちらです、これですね、この子、この子とっても可愛く作っていただきました、アリサの変な絵をイエーイそう、ちょっと待ってね、たくさん来てる、
はじめまして。お、元気だから見てて元気出る萌えさん、嬉しい。ご入会くださいね、みんなお願いします。花火さんもありがとう。アリ族グッズとかいいね、ファンも強くなりそう。あ、ゲソッチさんありがとうございます。そう、アリ族グッズを今ね、4つに、そう、さっき説明した4つに絞りました。ということで今日も皆さんにね、投票で、そう、なんだっけ、投票で1つ決めたいと思います。1つ決めたいと思います。ドキドキですね。星集めてくる。お、モッパーさんありがとう。シュンさん何時まで配信予定？もう決めてないんですけど、これそう決めれたら終わりたいなと思ってます。そう、決めます。初めて来ます。お、リンナさんも初めてですか、ありがとうございます。初見さんがたくさんでとてつもなく嬉しいです。 ST48 のミネーシャリサです。よかったら右上のハートをポチッと押してルームフォローお願いします。イエイ、リンナさんありがとうございます、嬉しいです。お弁当作る配信とか、あ、違う、ん？お弁当作る宿題とか楽しそう。アリちゃん何作る予定の？そう、予定も決まってないんですよ、本当に。どうしましょう。あ、シュウさん名前変えてみたよ。あ、ありがとうございます。あ、アリ族がついてる。シュウさんありがとう、嬉しい。5番が何やったら6番のわがまま王子様しアリサじゃないじゃん。アリサじゃないじゃん。オチは狼の被り物になった。あ、なるほどね、オチは狼の被り物か。なるほどなるほど。何にしよう、アリサは頭にアリを乗せよう。頭にアリ乗せそう、このアリさん、あ、このアリさんもいいかなって思ってます。ダブルセンター、イエイ、ありがとう。お、こ、待って、難しい名前が。高梨ゆいなさん、高梨ゆいなさん、高梨ゆいなさん初見です、ありがとうございます。右足ありさんです。よかったらルームフォローもお願いします、お待ちしてます。話すの うまいっすね。お、ありがとう、聞きやすいし笑顔もかわいいって。プーチョロさん嬉しいです、ありがとう。みんなルームフォロー待っとるけんね、お願いします。謎に今4位おる。どこどこどこ、おか4位おる、おめでとうっす。よし、釣られた。お、間に合えばおしましでアリちゃんところに行くことを約束する。あのみさんありがとうございます、やったー、イエーイ、めちゃくちゃ嬉しい。ひなたさんかわいいね、ありがとうございます、嬉しい。ナーナさん久しぶりに、お、ナーナさんだ、ナーナさんありがとう。おはよう、今日もお互い頑張りましょう、気温に頑張りましょう。あ、カメさんかわいい、嘘、ありがとうございます。カメさん、あ、カメさん長生きだからね。そうなんですよ、カメさんはとっても長生きをする生き物なので、アリさんもアイドル AKB48 グループとして長生きできるようにカメさんも目指しております。そうそう、あ、H ラインライブあり、そうなんですよ、モサさん9月3日 H ラインライブです。アリさんも出演するのでぜひぜひお願いします。お、横山ゆうゆうさん来ました、ありがとう、嬉しい。カメさんかわいい、ありがとう。カメさんの由来いいね、応援したい。あ、ななこさん嬉しい、ありがとうございます。12歳です。まーちゃんさん大人っぽい、ありがとうございます。松岡修造さん、私の、お、ななこさん、そうなんですよ、松岡修造さんの日めくりカレンダーのね、標語とか勉強になります、とても。あ、かわいい、ヒヤリですか。ありがとうございます、大人っぽい、嬉しい、やった。改めて聞くとどれもいいね。そうなんですよ、そう、どれもあの結構意味が深いっていうかね、意味が深い上位4つが残りました。この4つをで中から1つ決めたいと思います。ありそう、かわいい、ありがとう。そう、水吉さんとてもすごいんですよ。水吉さんもありさのこんな変なねイラストさんを可愛い画像にしていただき本当に嬉しいです。あ、見えた？ありがとう。ありこかわいい。みかんさん、ありがとう。いいねを、いいね、ありがとう。でんでんさん、いいキャラができてよかったね。そうなんですよ、キャラクターがね、いい感じの。新潟引っ越し、あ、新潟なんですね、ななこさん。なるほど、なるほど。あ、レイも初見詐欺しないよ。あ、ありがとう、レイさん。あ、あやねさん、初見です。ありがとうございます。よかったらルームフォローお願いします。
今日初見さんたくさんだ、嬉しい。はちまき発車やばかった。あれでありそくなったよね、あれでさ何がやばかったの。そう、はちまきね、今でもありますよ。見る？じゃじゃーん、じゃじゃーん。こういうはちまきをこうつけてね、配信したことがあったんですよ。配信、わお。そうそうそう、ありそう、かわいい、ありがとう。お昼ぐらい、あ、そうですね、グレートマンさん、お昼ぐらいかな。フライングシュー、あ、カッキーさん、お仕事かな、頑張ってください。全員東京グルーグールみたいにマスクつけるとかっこよさそうマスクですか。やっほ、グッズをなったの。ゆうゆさん、グッズ今から決めますよ。グッズ、私もありそくに。ゆうか、お、ゆうかさん、ほんとだ、ありそく、嬉しい、ありがとうございます。ありそく、ありそくの約束その1、その1しかないけどね。アリ族を拡散していただくと嬉しいです。よろしくお願いします。そうなんで、たくさんね、お友達とかにも紹介してくださる方がいてとても嬉しいです。アリ族拡散もよろしくお願いします。アリ族の皆さん、任命です、よろしくお願いしますやっほー、キワオくん、やっほー。お仕事頑張ります、まーちゃん、お仕事頑張ってください、ファイト。あ、キズナックさん今来たよ、ありがとう。お、鈴木軍、カズさん、初見です、頑張れ、かわいいね、アリサちゃん、ありがとうございます。よかったらルームフォローお願いします。あ、ルームとツイッターフォローしましたよ、かわいいかなって、ありがとうございます。鈴木軍さん、カズさん、ありがとうございます、嬉しい。やっほい。亀の卵は鳥の卵みたい、え、そうなんや。ダンジさん、知らんかったな。チューピョン先生、お久しぶりです。アリサの相棒、チューピョン先生です。そう、この顔がね、この顔がいいなと思ってアリに取り入れました、アリにお、珍しい時間でお疲れ、アックンさん、ありがとうございます。そう、今日は10時から始めます。ルームとツイッターフォローしました、あ、読んだ、ありがとうございます大人っぽいな、やっぱ子供やったらなんやねん、おかなんやねんなんやねんよーか。ハチマキの配信見てたわゆうかさん、ありがとうございます。本当ですか、ハチマキ懐かしいですな。そうそう、ハチマキで逆だハチマキ、ハチマキ、あれどうなってるんだ、こっちか、ハチマキ、ハチマキの時見たよ、グレートマンさん、ありがとうございます。あ、そうなんですよ、 H ラインライブ出演10人なんですよ。会場が狭いのかな、あ、確かにそういうことかな。ブルーラインブーだったっけ、ブルーライブ、部屋の感じがめっちゃおしゃれって、ななこさん、ありがとうございます。じゃん、全部見えないけど、アリサショールーム ST48 となっております。じゃん、そう、こっち、これはね、3、2、1、テトー、じゃーん、光るんです、アリサです、点灯式ですね。あ、そう、カウントも言っとった、カープ優勝マジック点灯したって、アリサも点灯でーすダメかな NOW、 ありがとうございます、時間も教えてくださってツイッターやってませんよ、ギソッチさんの。アリサは多分ツイッターやってないんですけど、お母さんのかな、わかんない、まだツイッターはやったら、あの、や、許可が出てないのでやってません。クーカちゃん推しだけど可愛いですね、あ、嬉しい。プットさんちょっとごめんなさい、英語がちょっと苦手なんですけど、プットさん、プットさん、ありがとうございます。みんなシャリサです、嬉しい、クーカちゃん推しなんですね、ありがとうございます。ぜひぜひアリサも推していただけると嬉しいです、推す、推し今週末から10日間香港行くんやけど、香港からアリちゃんの配信見てるの楽しみにしてた、ありがとうございます。すごい、香港から配信っておしゃれですね、ありがとうございます。見てください、ぜひぜひとりあえずアリなんで遊ぶとき誘ってください、どういうことだどういうことだろうかかわいい、使ってませんさん、かわいい、ありがとうございます。名前が面白いですね、使ってませんさんお、アリサのやつ光るんだ、そうなんですよ、アリサのやつ光るんです、
ちゃん友達にアリちゃん推しだけどロリだと言われて不況が進みません。どういうこと、どうすればいい。マサさん、ぜひぜひアリさんをもっともっと推してください。お願いします推してください。クーの時でマスク、クリエイトマサちょっと熱いもんで髪の毛揺れてるから、ほむちゃん、うぶちゃんが揺れてるうぶちゃんが揺れてる、ほんとだ。おしゃれだねって使ってませんさん、ありがとうございます。内緒やったらツイッターやっても大丈夫さ悪魔のささぎじゃないか、ほんまよじゃん。お、広島弁でキャッチフレーズお願いします。了解了解。プットさん、違う、プットさん、で行きますね。広島弁のところだけ行きたいと思います。今日のステージ大義なんか言わせんよ、ありそらしく頑張れけん、みんな応援よろしくお願いします。イエーイ。こんな感じかなどうだった。お、マリーナ来てる、嘘、ありがとうマリーナちゃん。デレレレレンデレンデレレレン、どこどこ、とか言っちゃって、んー、どこだどこだ。マリーナちゃんありがとう。あ、なるほど、17歳か17歳以上ツイッター解禁されてないの。あ、なるほどね。じゃあ今年で13歳だから、あと4年待ちましょう。あと4年あと4年、アリ族のみんなよろしくねあと4年でした。あ、かわいい、ありがとうございます。嬉しい、大義なんて言わんよ、ありがとう。下にいる、あ、こんにちは、ありがとう。マリーナちゃんいらっしゃい。アリさんマリーナちゃんの見てるじゃん。ツイッターやり始めたら速攻速回でフォローするな、ありがとうございます。で笑ってるけど怪しいけど、ありがとうミニコミがイエーイ。プルートさんか、プルートさん、ごめんなさい全然違いました。プルートさんありがとうございます。プルートさん可愛い名前だな、なんか聞いたことあるぞ。プルートさん、ふえ、プルートさん広島弁可愛いって、そっちさんありがとう。あ、大義久しぶりだ、グランジさんありがとう。大義なんか言わせんよ。私の新しいアカウント名考えて使ってませんさ。どうしよう、アカウント名ですか。じゃあアリラブにしましょう。アリラブどうでしょうかダメダメかな、アリラブ、アリラブだあ、コメントしてるよ、そう、わかりました。マリナちゃんこんにちは、ありがとう、こんにちはあ、そう、もう全然進んでなかったね、あ、お話が。マリーナ星投げたよ、お、グレートマンさん、お、ほんまにありがとう。マリーナちゃん星投げありがとう。どんどん俺を疑うねん、どんだけ俺を疑うわハチマキ配信アリの歌は最高でしたよ、アルビさん、ほんまにありがとうございますで、ね、755もねやってないんですよ。そう、でもね、あの、調べてから755とかも見てます。いつも元気で可愛いね、グレートマンさん、ありがとうございます。元気を持ちキャラに、持ちキャラ、ちょちょちょ、元気を武器に頑張ります。アリちゃんマジで可愛いって嬉しい、癒しやわ、ゆうかさん嬉しいです、ありがとうございます。癒しミストにどうですか、お部屋に一つ宿題終わってないわ。宿題終わってないよ、プルートさん。でも結構もうめんどくさい感じの宿題は終わりました。結構いっぱい書く感じのやつは、あとお弁当作るのとリコーダーとかの練習とか、あとなんだろうね、なんだっけ、自主弁かな、自主弁とかもやっといた方がいいかなと思ってめっちゃパワースポットさんおはよう。めっちゃパワースポットさんおはよう。ヌンヌンさんおはよう。あ、全然久しぶりで忘れてないかな、全然ヌンヌンさん覚えてますよ。ヌンヌンさんおはよう。大角さんが悪魔のささやきツイッターあかんかったら何々でもっとあかん、どういうことだ、星で隠れてるぞ何を言ってるんだ仕事中だけど7時の配信起これんかったけん、頑張って、お、ありがとう。
あいちゃん休憩来た、あ、ありがとう。ふくらちゃんママありがとう。リコーダー吹いてきた、うそリコーダー全然ね手つけてなかった、本当に。じゃあもう練習してプロ並みになったらやりますね、プロ並みになったら。お弁当配信、いつもモッパーさんお弁当配信もやりたいですね、お弁当配信ねえ。だけどちょっと具材も揃ってないのでちょっと待ってくださいね、ちょっとお待ちください。あー、トマヤさん、そうブルートさん嬉しい、ありがとう。本当はどうでしょうか。どうなんでしょう。宿題配信、そうお弁当ね作る配信ねしたいんですけど、ちょっと待ってね、具材が、調味料が揃ってない。具材が。お疲れんこ、 YouTube でイオンモアのライブ見た、お嬉しい、見つけやすかった、嬉しい。長尾さんありがとうございます。そうここに2つ角が生えてるのがアリサなんだけど、よかったかな。料理手伝ったりしてますよ、でんでんさん。お料理お料理リリリン。昔の人卵かねみの卵食べてたらしい、嘘マジで。マジなん。じゃあ続いて。そう全然進んなかったね、グッズを決めましょうや、グッズグッズ。じゃあみんなこれについて分かったかな、もう一回素早く説明しますね。アリサ号とはこの船のことです。アリサ号、ここら辺にアリサ号と書いて応援していただけると嬉しいです。そしてカメさんは STU48 として、そして AKB グループとしてたくさん長生きできるようにカメさんです、カメさんを持って応援していただく。そしてアリゾーはアリサの大好きな松岡修造さんのことですね、アリゾーです。そしてアリサのイラストというのはこちらです、アリサが考えたこの新キャラクターイラストのことですね。あマジだよ、嘘マジで。あモバイルブログはそうなんです、決まってるんですよ、何日に更新みたいな。アリサは12だったかなと思うので、12日だったと思うので、ぜひぜひまたそちらも見てください。あえて決めんとこうか。なんで配信終わるから。あなるほどね、なるほど。4やな、嬉しい、4だな、嬉しい。サバはな、そうサバでちょっとね、そうあの投票数が全然なかったのでね、取り消しになっちゃった。あイラスト可愛いってありがとうございます。みんな4つのうちに決めましたか、決めたかな。じゃあ投票開始してもいいかな、イラストで決まりました、嘘。じゃあ一応投票してくださいよ、本当にお願いします。じゃあこの4択で決めてください、4択です、どうぞ投票開始です。4しかって、お、ありがとうございます。2か4決められない、嬉しい、いいと思う。投票開始です。あらららら、5番ないよ。4択です。5番ないわ。お、はーい、ダンジさん、ぜひぜひ投票お願いします。手に入れないと思われるアリゾー先生は難しいかな。あーなるほど、アリゾー先生ね、ちょっと難しいよね、アリゾー先生ね。あのコメントいただいて、たくさん朝の配信でもたくさん票が集まったんだけど、どうやって作るんだろうアリゾー先生って。アリサもちょっといまいちよくわからないんだけど。お、4番大蔵、確かに4かな。そう水吉さんもねたくさん作ってくださったので、本当にアリサも4番をしてます。自分で書いたんだけど。恥ずかしい。あ2番がいい、ありがとう。神棚にも出向、あニンニクマン、イエーイ、ありがとう。間違いなく2だね。おブルートさんありがとうございます。じゃあそろそろ締め切っていいかな。5、4、3、2、1、締め切ります。イラストうちわとかいろんなグッズ入れるとかいいかも。あなるほどなるほど、ですよね。お4番だ、やっぱり4番だ、その次が2番だな。でも2倍ぐらい違うぞ。じゃあ3番と1番は取り消ししますね。3番と1番取り消しです。3番と1番バイバイ。いや、イラストです、イラストに決まりましたね、やっぱり。ちょっと待ってね、ポチ。4番が一番多い、やっぱ4だな、ありがとうございます。そうなるでしょうね。みんな受かっとったかい。
き4番と2番が、あ、ちょ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 、4番 45%、 ね、4めっちゃ多い、ありがとうございます。じゃあついにこの配信で決まっちゃいました。で、水吉さんはいないよね。決勝戦、決勝戦、あ、決勝戦やる、決勝戦やる、4強いな、決定したよね、やっぱり。もう決定でいいかな、決定でいい人、決勝戦やる人、自分で考えたやつ1番だよ5番が良かったなんてないよ、5番、やっぱ決定したかな。決勝する、ななこさんショートヘア似合いそう、いきなりですか、ショートヘア、まるこちゃんみたいにならないかな。はーい、あ、決勝やる、やりたい人、決勝戦、もう一回投票してもいいよ。じゃあ、あ、決勝難しくない、あ、そうか、決勝じゃない、決勝です、やっても4でしょ、あ、そっか、ちょっと一応やってみる、じゃん、じゃあ次は2択でいきましょう。1番カメさん、2番はアリサのイラストです。じゃあ2択にしてスタートです。決勝戦決勝戦開始です。投票、あ、今来たよ、船樽さん、船樽さん、ありがとうございます。船樽さん、お、いっぱい飛び交ってます。お、なんか青が多い青が多すぎるこれで2位になったら、あら、確かにじゃーん、お、船樽さんもぜひ投票に参加していただけたら嬉しいです。アリサの応援グッズ、カメかイラストか、お、でもどっちだろう、結構いい結果になってると思うんだけど、1番、お、ダントツ2だねって、ありがとうございます。じゃあそろそろ締め切りたいと思います。ちょっと怖いね、結果が。5、4、3、2、1、終了。お、ダントツ2ですね、すいませんごめんなさい、いや、ダントツ2でしたダントツ2ということで、カメさんバイバイ。ということで決まりました、おめでとうございます。アリサの応援グッズ候補じゃないね、もう決して、アリサの応援グッズ、アリサのイラストということになりました。わー、ぶっちぎり、やったー、ありがとうございます。わーい、わーいいや、あれ、え、ちょっと待って、待って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 、お、オッケーオッケーパチパチパチ、ありがとうございます、イエーイ、わーい、わーい、ありがとうございます。そうですね、じゃあ名前とかもどんどん決めていきたいと思います。次、アリサのイラストこちらです。じゃじゃん、やったね、ありがとう。まあ、とりま、パチパチパチ、どういうことだろうかどういうことな、パチパチ、じゃあこのイラストに決まりました。決まってよかった、これで安心して仕事に戻れる、アルビさん、ありがとう。じゃん、こちらです。じゃあまずお名前を決めてほしいかな。お名前、何を描いたの、サンドさん、じゃん、これです、アリサが描いたイラストです。じゃん、こちらをうちわとかボードとか印刷して作ってくれると嬉しいな。アリサのグッズイラストに決まりました。アリン、あ、名前はアリサちゃん、アリサちゃんのそのままやん命を吹き込むのね、あ、そうですね、こっからお名前とかを、そう、決めます、お名前とか決めます。ヒアリーって、やだやだやだ、アリブン、アリブン、アリブンとアリブンで、ちょっと待ってね、お名前を今度は書いていきたいと思います。キシ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 、グッズ決まっちゃったぞ、イエーイ。消し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 、じゃあ名前候補という名前にしますね。名前候補で、
ゃあ1番は、ちょっと待ってね。アリサちゃんさん、アリサちゃんでそのままのアリサちゃん。アリサちゃん、ヒヤリ、ヒヤリやだよ、ヒヤリ、まあ一応ヒヤリやだだよ。アリンコ、アリンコ、そのままアリンコか。4番、アリゾー、アリゾー、アリゾーですか。アリさん、アリさん、アリさん。6番、アリブン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 、ててててアリピョン、あ、アリピョンかわいいかも、アリピョン、チューピョンならぬアリピョン、確かに確かに。8番、有吉ミネトと仲なんかアリになったのんちゃん、アリになったのんちゃん。じゃーん、このイラストさんの名前を決めてほしいです。このアリムシ、アリムシ、アリムシ、アリ、アリ、アリリンコはどう、アリリンコ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 、あ、アリス、アリスかわいいかも、アリスさん。不思議な国のやつみたいだな。アリピョンかわいい、モアリンさん、アリピョン、元気アリちゃん、元気アリちゃん、わがまま女王アリ、やだ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 。マリーナ来てるか、アリタちゃんと、マリ、アリーナ、アリーナ。アリーナ、一応書きましょうか、アリーナ。アリピョンかわいいよね、アリタちゃん、アリタじゃないの。名前を決めたいと思います。アリ、アリリ、アリリ。アリタン、アリタン、なんかアリスのニックネームみたいになったな。アリタン、大きいアリ、大きいアリは使わん。使わん。アリちゃっちゃん、アリちゃっちゃん、アリリン、大黒日本アリってガチかよ。ガチかよ。アリちゃん、アリちゃん、めっちゃ入らなくなってきたな。アリちゃん、アリッシー、アリッシー。ミネアリ、ミネアリ、なるほどなるほど。ありがたや、ありがたや。ありゃもう。ありって。事故あり、いやだ、いやだ、やだ、事故あり、事故りそう。事故りそうだわ。ありきゅん。あらさじゃない、ありさ、そのおもちゃん。あ、ちびあり、ちびじゃないけど。うんうんうん、ちびじゃないけど。よし、じゃあこんな感じかな。お名前はたくさんありがとうございます。今ね17個書いてみました。17個、アリリン、ぐんぐんぐるとアリー、ぐんぐんぐるとアリー。もう名前じゃない。名前じゃないぞ。カリメロにちなんでアリメロ、アリメロ、あ、アリメロ、アリメロいいかも。ありさま、ありさま。まあでも書けないよ、どうしよう。ありさまみたいな。よし、バイザーありーでもよっきゅんじゃないか。よっきゅん。
じゃん。ありありありがとう。ありありも可愛いかも。ありありありで書かんかったっけ。ありあり書いてないね。ありありわありティーありティーよし、いっぱいなお名前ありがとうございました。じゃーん、この子のお名前をじゃあ決めたいと思います。お名前さんどうだろう。じゃあアリサがちょっと絞っていきますね。ちょっとシンキングタイムお願いします。アリオーカね。オーカ入ってるよねか。まずヒアリバイバイでしょ。ヒアリバイバイで絞っていきたいと思います。アリサちゃん私やないか。アリポン可愛いよね。アリポン、そう、シンキングタイムちょっとくださいね。絞っていきます。アリサが、消し消し消し、アリリンコ、アリリン、アリス、どうだろうな。どうだろう、どうしよう、どうしよう、これはヒヤリヒヤリヒヤリ、やだよ。名前総選挙開始です。そう、名前総選挙。アリサちゃん可愛い。あやにゃんさんありがとうございます。アリサ号、アリサ号船じゃないよ。あ、アリン、アリンいいかもしれん。いや、ヒヤリはいらん、ヒヤリはいらん。アリリン可愛いね。アリリン、アリリン入れてますよ。アリリン、うん、あ、アリピョン船長、アリピョン船長とかいいか。アリピョン、アリバイズアイだいぶいらんわ。いらんわ。うん、無邪気で可愛すぎる。嬉しい。ブルートさんありがとう。決まりそう、決まりそうです。でもね、もうちょっと削れんように可愛いやつがいっぱいあるけんね、どうしよう。でもありすぎてもね、困るよね、みんな。なんか喋りながら考えない。黙ってしまう。アリン、アリン入ってます。アリン入ってる。待ってね、あと何があった。アリちゃん、あ、そう、アリちゃん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 、アリメロ、あ、アリメロ入ってます。アリメロ、あとチビアリと、チビアリと、アリキュン。よし、オッケー。あ、水吉さんだ。アリンコ、アリアリ、アリッピ、アリン、あ、なるほどね。アリンコは入ってたよな。あれ書いてなかった。アリンコ、ひらがなか。アリンコ、13だ。ちょっと待ってね。アリアリ、
アリアリはあったアリアリアリッピ。アリアリンコ、それいいかも。こうにこれに、いや大きいアリ入ってない。大きいアリも消しちゃった。アリチューピョン、アリチュアリピョンっていうの入れました。アリピョン。アリさん、アリさん、アリアリ。あ、アリキチという、アリアリキチ。あ、なるほど。アリキチ。マイアリメロディ、アリメロディ、なるほど。アリピー、アリーヌ、アリーヌ、アリーヌ。書いとこう。あ、待って、変なのちょっと。アリーヌ。オッケー。よっ。あ、大きいアリ、消すとはナンセンス。なんで普通消すやろ、みんな。よし、アリピョンはウサギさんみたい。確かにウサギさんみたいだけど、なんかチューピョンの顔も入ってるけどね。どうだろう。候補はね、16個に絞りました。見てください。でも結構増えちゃった。結構あんま絞れてないけど。水吉似てるから願望も含んでる。あ、水吉さん、アリキチさん、イエーイ。大岡さん自分をしすぎ。確かに大岡アリとか、大きいアリか、大きいアリとかありえないぞ。普通はな。これは事故だな。どういうことだ。じゃあ読んでいきますね。一応終わった、終わりました、終わりました。おお、でも16個になっちゃった。結構多いよね。1番アリリン、アリン、アリピョン船長、アリリ、アリピョン、アリアリ、アリ様、ミネアリ、アリチュン、アリメロ、チビアリ、アリンコ、アリピーで、アリンコ、このこの漢字を書いてアリンコって読むか。アリキチ、アリーヌです。もうちょっと数減らそう、もうちょっと数減らそうね。絞って増えない。嘘。ネーミングの理由もし、あ、水吉さんネーミングですか。これね、あのみんなにね、名前考えてもらったコメントをね書いたんですけど、じゃーん、ちびありの人、え、人なん、人せ、選択みたいな。5つぐらい、あ、そっか、どうしようどうしよう。選抜16人。選抜16人です。これありかめやんね。どうしよう。え、こっから絞ればいいの。落ちた。ロープス、ごめんなさい。ごめんね。名前にちゃんと理由が欲しいのですよね、水吉さん。じゃ、ちょっと待ってね、もうちょっと絞るね。みんなごめんね、待ってて。まずは10個にしよう。あ、10個了解。あ、そっか、チビやりさ、ダメか。チビじゃないもんね。バイバイ。やった、アリメロ、アリメロ、うん、アリメロかわいいと。どうしよう。ちょっと待って、シンキングタイムもう一回くださいね、みんな。ちょっとコメントでみんな喋ってて。ちょっと黙るかもしれん。アリちゃんの分身のチビやりとは分身。あ、そういう意味。チビじゃないもん、チビじゃないもん。チビじゃないもん。アリリかわいいね。アリリ、アリリ、どうじゃろう。アリーヌ、アリーヌ、ちょっと待ってね。選抜していきます。こっからアリン、アリンコだから、こっち開けそう。消し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 、どうしよう。こんな感じかな。アリピョン可愛いけどめっちゃウサギ。確かに
ウサギじゃないもんね。じゃあアリぴょんはポイポイアリだよ。ですよね。シンキングシンキング、ちょっと待ってね。あ、なるほど、アリピョン船長 ST のキャプテン目指して、なるほど、アリピョン船長入れてます入れてます。ちょっと待ってね、こんな感じでいいかな。結構絞りました。じゃあ書き換えますね。1番はこうで、9番がよし。絞りました。選抜19人から9個。ワクワクやってありがとうございます。あ、シンキングタイム長かった、ごめんね9個に絞りました。どうでしょうか、絞れた。じゃあ9個読んでいこうね。1番アリリン、2番アリン、3番アリピョン船長、4番アリリ、5番アリアリ、6番アリメロ、7番アリッピ、8番アリン、この漢字を書いてアリンコで、9番はアリキチの9個です。チビアリもチビじゃないもん、消したチビじゃないもん。アリメロ万歳。どうだろう。お、絞った、絞りました、9個。一度に同じよう、確かにアリリンと、アリン。アリリンとアリンだったらどっちがいいかな。瀬戸内アリ、瀬戸内アリ。ガチかよって。お名前。どうだろう。チビに疑惑です、疑惑ですよ。チビじゃなくなるもん。アリリも可愛いですよね。アリリとアリリン確かに似とるわ。アリンとアリリンか。でもアリリもあるし、アリアリもあるね。アリピョン船長はね、やっぱりそう、なんか名前にしっかりね理由が欲しいよね、みんなやっぱり。もはやアリちゃん、え、ん、なんだ、頼んだやつが A やって、うーんですよね。あ、塾の間に来たよ、もえぴーさん、やっほー、ありがとう。似たのはいらない、そうよね。アリリンとアリン似とるわね。アリサは、アリン、アリリン。響き的に4文字の方がいいかな。ぽい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 。アリリンとアリリだったら、アリリン、こっちかな、やっぱり、アリリン。7個に絞りました。7個。アリキチ、あ、待って、アリキチ船長はいいと思う。あ、待って、アリキチ船長、あ、なるほど、アリキチ船長いいかも。これにちなんで、アリキチ船長。ごめんね、シンキングタイムね、コメント見れてないかも。ちょっと待ってね。アリメロね、そう、マイメロは好きな私に。ちびより残してほしい理由、アリちゃんも、アリ、あ、待ってよ、アリサちゃんも絵も可愛いから、ちびありで。あ、なるほどね、なるほど、なるほど。ちょっと待ってね、コメント、コメント、ちびあり可愛いかも、確かに。チビアリどうだと思う？チビアリのイメージがいいのですよ。じゃあちょっと、あ、入れときますね、チビアリ。みんな押してくれるの？チビアリ線引いとこ。あ、アリピョン顔がチューピョンだから、なるほど。顔がチューピョンだからウサギと勘違いされないかな。
どうだろう。ちょっと待ってね。そう、可愛い名前がいいんだけど、ちょっとこれから頑張っていこうみたいなね。理由が感じられるお名前もいいよねみたいな。あ、待って、ぴょん吉船長、あ、しゅんさんか、しゅんさん、ぴょん吉船長、ありがとう。ぴょん吉船長いいかも。なんちゃら船長でいく、なんちゃら船長いいかもしれん。なんちゃら船長、ミニアリ船長、ミニアリ船長 ミニアリ船長、アリタン船長。あ、船長、船長キーワードにしますか。じゃあ船長キーワードにしていい？チビアリかわいいかも。チビアリかわいい？チビアリ、メロ、メロと反対かな。かわいいだけ完全にウサギ。あ、確かに確かに確かに、了解了解。じゃあピョンとメロは、ミニミニ船長、ミニチビアリ船長、チビアリ船長、アリリン船長、どうだろう。船長つけよう、みんな船長 千穂さんが見張ってる。嘘、みんな見張ってるの？みんな見張らないでよ お手柔らかにね どうしようかな。船長出航、確かにボード見せて、じゃじゃーん。まず残ったのはアリリン、そして、あ、待って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  アリリン船長出航、なるほどね。アリリン、アリピョン船長、アリキチ船長、アリアリ船長、あ、消えてる。アリッピ船長、アリンコ船長、アリキチ船長、チビアリ船長。選べねですよね、ミニヨシ君。普通かよ。たけし君、嬉しいな。じゃじゃん。チビアリ船長ありますよ、チビアリ船長。あ、もうこれ全部船長つけるってことで。そう、船長はもう決まり、船長決まりでいいと思います？ 船長つけたいな、全部に。アリリン船長、かわゆい船長。かわゆい？どうだろう。アリキチ2つ、2個ある、嘘。アリキチ、あ、ほんまだ、アリキチ船長とアリキチだ。国民投票お願い、国民投票します。もうアリウオ船長、アリウオ船長。どうしようどうしよう。いいよ、あ、いいですか、待って。アリキチ、アリンコ、アリアリンコ、アリアリがおすすめかな。なるほどね。アリキチ、アリキチ、アリキチ入ってるよね。アリンコ、アリンコ、アリアリ。なるほどね。なるほど、なるほど、あ、なるほど。船長は決まり、そう、船長は決まりにしたいなって思って。そう、よっしゃ、選挙ですか？選挙お願いします。了解しました。アリリンのネーミングの理由、そう、アリリンのネーミングの理由どうしましょう。理由が思い浮かばないな 理由が思い浮かばないな。選挙してみましょうか、とりあえず。じゃあ6個に分かれました。ノリですね 総選挙。女の子のあるに、なるほどね、なるほど、なるほど。とりあえず投票して絞ってみる。なるほどね。じゃあ、6個にしました。6個に見てください。1番がアリリン、2番がアリピョン、3番アリキチ、4番アリアリ、5番アリンコ、6番チビアリです。お、アリ船長。あ、アリ船長、なるほど。関するネーミング理由があるとアリちゃんを広めやすい。なるほど。なるほど、なるほど。このイラストは女の子ですね。ハートをつけたので女の子かな。じゃあ、アリ
に関するネーミングですよね。でとりあえず投票でいいかな、投票でいいかな、どうしよう、これ迷うね、お名前で。とりあえず6個の選択で投票してみます。ポチ、投票してみよう。ツッキーさん了解。ありせんじゃ、ありには理由は可愛くて癒される。あ、なるほどね。投票行こう。お、了解、投票始まりました。6個です。女の子とありきち、確かに、あり、女の子のありきち確かに確かに、なるほどね。お、たくさんありがとうございます。じゃーん、ちょっと適当になっちゃったけどごめんね。カルピスアイさん商品名が入ってるぞ、カルピスアイさん。お、めちゃくちゃカラフルだ。これはどれが多いかわからないな。あ、マリナちゃん来てる。そうなんですよ、マリナちゃんありがとうね。割れてるもんな結構。でちょっと締め切りたいと思います。そろそろ5、4、3、2、1。カラフルですね。白、お、6番が多い。6番、ちびやり、ちびやりがいい待ってね、じゃあちょっと赤で結果を書きます。ちょっと待ってね。あれ、赤ペンどこ、赤ペンあった。1番がちびやりが1番、2番がアリピョン船長、3番がアリンコ、4番が4番だ。アリリンが5番か。なるほどね。じゃーん、チビアリ、アリちゃん特徴が入ってるからいいな。あ、なるほど、チビアリ嬉しい。チビアリさんが1位でした。小さいな、可愛い子供だね。どういうこと、しんちゃん全部同じぐらいですね。逃げられてて、なんでチビアリが1位なんだもんイエーイ。チビアリ可愛いですか。割れたね、めっちゃ割れます。チビアリフクフクフクじゃない、全然全然, 全然まあ、もうこのアリンコのイラストがチビアリということで、もアリさんはチビじゃないので、まあいいかなと思うんですけど。あ、葵ちゃんも来てる、嬉しい。葵ちゃんありがとう。チビアリかわいいじゃん、ハマにみんな何どうしたの2番と6番で決勝戦、2番と6番。あ、なるほどね、なるほどなるほど。船長はつけた方がいいと思う。船長、確かに確かに。上位3つでもう一度、1、2。あ、じゃあ上位3つでもう一度いきたいと思います。で、綺麗に書き直すね。ちょっと待ってね。3から4位ぐらいでもう一回かな。了解。じゃあ3位からもう一回やるよね。3位から。じゃあこれかな。まず1位だった。黒が混じってる。で、2位だったアリピョン。なるほどなるほど。ちょっと待ってね、みんな。アリちゃん投票所全絶好調ね。決勝戦ですね。敗者復活戦、敗者復活戦、そう。待って。
チビアリいいと思います。ちゃんアリがいい。あ、ちゃんアリ、ちょっと待ってね、全部に船長をつけないといけなかった。よし、オッケー。じゃあ上位3つを書いてみました。かわいい水、あ、なるほど、アリちゃんかわいいよって、山ちゃんありがとうございます。頑張ろう頑張ろう。じゃあ決勝戦です。じゃじゃん、上位3つを書いてみました。1位、あ、1番だったチビアリ船長、2番だったアリピョン船長、3番だったアリンコ船長。じゃあ決勝投票ですかね。上位3つを書いてみました。じゃあ決勝の投票を始めますね。3つ、3択にして、ポチッ。チビアリ船長、アリピョン船長、アリンコ船長、このイラストに合う名前はどれだ。決勝戦ですアリピョン可愛いけど完全にウサギだ。ですよね、ウサギちゃん。アンテナ1番、アンテナ1番これアリンコだからな。確かにアリンコです。アリンコちゃん悩むな。アリサもどれもいいんだけど、うなぎ船長、うなぎ船長どっから来たんだうなぎじゃないよそろそろ、あ、そろそろ、あ、もや。じゃあ3、2、1、そろそろ終了、ありがとう。あ、やっぱ1、2、3、同じ順位だ、同じ順位だった、ほんやっぱりか変わってない。うん、壁飾り自分作ったな、あ、かっこいい、ありがとうございます。しんちゃんありがとうございます。やっぱ同じ順位だった、チビアリが1位だ。そろそろ見てるのよ、何に投票したら。確かにチビアリ船長が1番でした。おお、なるほどね、接戦。こんにちは、あいこさん、あいかさん、こんにちは、こんにちは。1位、2位、3位この結果でした。どうしよう、チビアリ可愛いよ、チビアリ強い、やっぱりチビアリが一番強い、チビアリ船長。アリちゃん、おさきさん、やっほー、ありがとう。投げるの忘れちゃった、嘘、グレートマンさん何をしてんの。アコ、あ、アコさん、アコさん、あ、初見です。お、す、サクサ、サクサクサ、待て、サクサクサコさん、こんにちは、初見です、ありがとうございます。 ST48 のミニアシャリサです。よかったらルームフォローお願いします。チビアリ、チビアリ、ひらがな、カタカナ、どうしよう、ちょっと待ってね。チビアリ可愛いけど、広めるときにアリちゃんチビだからって広めなきゃいけなくなる、やだー、それはやだかわいい、ほんまにチビアリ、チビアリ船長だよ。えっ、チビって広まっちゃうの。マジですか、それはちょっと困るなどうする、どうする、分身だから、あ、分身、なるほど。壁飾りのセンス抜群だね、ありがとうございます。アリサショールームへようこそ。あ、アリサ2号、大きくなったらどうする。そうですよね、そう、大きくなったら、じゃあアリンコ船長が一番いいのかな、この中だったら。あー、なるほど、理由が欲しいから、チビだったら、チビだ、チビだからってなっちゃう。あー、なるほど、この投票結果は来週発表。そうですね、アグネスちゃん決勝戦、ニューキャラクター考え、あ、なるほど、ニューキャラクター考える、どうしよう。とりあえず決勝、この3つですか、また、この3つでかな
大きくなるかもですよ。今は小さくなって、しんちゃん、なになになに、今は小さく、アリちゃん呼びやすそう、最後アリちゃんの好み、あーどうしよう、キーさん2つ上位2つですか、え、どれを消せばいいの、どうしよう、お名前、どうしようかな、アリピョン何回見てもウサギ感が強い、なるほど、じゃあアリピョンウサギ感が強いのでアリピョン船長を消したいと思います。じゃあよし、オッケー、お任せで、アリちゃん選びなさい、困ること言わないでくださいよ困ること言わないで、じゃあまずこの決勝戦をちょっとやってみたいと思います。チビアリ船長、あ、消えてる、アリンコ船長、チビアリ船長、アリンコ船長、あ、アリピョン船長にするとか、なるほどなるほど、じゃあちょっと2択で決勝戦をしてみたいと思います。よーい、スタート。この2つでちょっと仮決勝戦、チビアリ総裁がチビで決まったブルートさん決まったの、やっぱり笑ったら背中で可愛い、ダッチさんありがとうございますアリ船長さん、なるほどね、あ、そろそろ、じゃあそろそろ終わります、3、2、1、ありがとう、やっぱりかチビアリ船長じゃないか、やっぱりチビアリ船長、ダントツですね、ダントツでしたあ、オーカおはよう、そろそろですね、チビアリダントツか、オッケーです、でもちょっと待ってください、じゃあアリさんの結論を出します、じゃあアリさんの結論、明日に持ち越しで どうでしょうか持ち越しダメ、みんな、じゃあアリさんもちょっと今日の夜かけて考えてきます、チビアリダントツじゃなかった、思ったよりチビアリダントツですね、ごめんね、どうしよう、そう持ち越しでメモ係さんにも聞いてくる、じゃあダメ、嘘ブルートさんダメ気に入ってない持ち越しかよね、ごめんね、じゃあメモ係さんにも聞いてくる、それでいい案があったらまたこのボードに書きますので、それで決勝戦っていうのはどうでしょうか結果をウェブでメモ係さん登場させますね、じゃあなぜやなかごめんちゃい、じゃあアリサもね、アリサもなんかいい名前考えてきます、ちょっと今思いつかないなーと思って、オッケー、あ、ありがとうございます。じゃあ、お名前は次回に持ち越しということで、お願いします。葵ちゃん来てる、嘘、葵ちゃんとマリーナちゃんが来てくれてて、嬉しい。葵ちゃん、ありがとうございます。どこにいるんだうまいこと言うじゃない逃げ道考えたわけじゃないんだけどね。バレた、バレた。やっぱしいかー。決勝戦なしでもアリちゃんとメモ係さん決めて明日発表、あ、なるほどなるほど、じゃあメモ係さんにちょっと聞いてくるじゃーん、じゃああとここの名前を決めのデザインはこれで、これなんですけど、そう、色も水吉さん考えてくれた色で、アリサは納得なのであれで OK、 水吉さんの色とっても可愛かったです、あとはそのお名前をね、どこに入れるか配置も考えたいと思います、一番チビアンズありがとうございます、だってね、そうだよね、じゃあメモ係さんと話し合いの、話し合いので2つぐらいあったらそれで決勝戦したいと思います、船長つけるなら帽子欲しいかな、あ、なるほど、あ、ちょっと楽しみでヌンヌンさん、
アリメモ係さんに報告しといて反応が知りたいだけ。了解しました。大キャリー、大キャリー了解。で大キャリーも言っとく。うん、待って、葵ちゃん5列目の浴衣アバター 1,2,3,4 5列目の浴衣アバターどこだどこだ、浴衣アバター、浴衣どこ、浴衣アバター、あれどこだ浴衣アバター、んー葵ちゃんまあゆっくり考えましょう。ありがとうございます。そう、水吉さんが素晴らしいイラスト考えてきてくれました。ツイッ…ん待て、水吉さんのイラストはツイッターで峰吉ありさって検索しよう。そうです、お願いします。右側、右側、あ、浴衣アバターの方、ファインプレーのおかげ、ありがたやんですね。水吉さんのおかげです。じゃじゃん、見てください、水吉さんが考えてくれたアリサのイラストでございます。デリン、へあ、ツイッターでみんな検索したらアリンコのイラスト出るので、よかったらみんな見てください、お願いします。じゃじゃん、もう見せちゃったけどごめんなさいもう見せちゃったけど待って、かわいい、あ、ですよね、めちゃくちゃかわいいんですよ、この水吉さんの。アリサもこの水吉さんが考えてくれたこの色で賛成でーす、この色、イエーイ。ということでお名前をね、あ、保存しました、保存しましたよ、ママに送ってもらいいの保存しました。よし、アリだからアリンコが似合うね、合うね、確かにアリンコですね。ということで名前は持ち越しにさせてください、本当にごめんなさい、でもアリサのグッズはこのアリサに決まりました、おめでとうございます、イエーイ。このアリサのダントツで一番でしたね、やっぱりメモ係さん素晴らしいです、イエーイ、ね、メモ係さん素晴らしいの、嘘、仕事早いな仕事早いぞということで、グッズ決めの話は終了でーす。いいよ、考えな、ありがとう、山ちゃん。考えてきますね。じゃあ、みんな納得させるお名前を考えてきます。15分だ、じゃあ12時までやりたいと思います。12時まで、1時間半もかかったの、アリサのグッズ決め、ごめんね、みんな長くなっちゃったじゃあ2時間やりたいと思います。ということで12時半までやるね。お昼何食べ、お昼何があったっけ忘れちゃった。あ、ブルートさん、綾瀬はるかさん似てますね、嬉しい、ほんまですか、本当にありがとうございます。綾瀬はるかさん、広島出身の女優さんで大好きなんですよ。そうそうそう、綾瀬はるかさんが出るドラマとか必ず見てますめっちゃ天然で面白いし大好きです。あ、昼休憩から来た、お、岡山のスーさん、ありがとう、岡山のスーさん、アリちゃんな、アリちゃん呼ばれて嬉しい、名前がいいよね、ですよね、ですね、ですね。数学の問題、みんなと数学の宿題してるのグッズ作ったらみんなに作業費くらいもらって売ってあげたりしても、あ、水吉さん全然全然お願いします。アリ族のみんなで応援してくださったら嬉しいです、お願いします。そう、12時までやりたいと思います。お昼まで、お昼までやるね。それだけみんな真剣ですね、もうすごい、1時間半もかかって、待って、あ、見て、蚊に噛まれちゃった蚊に噛まれちゃった。じゃあ金柑塗りますちょっと待って、金柑塗りまーす、プチュ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 プチ
危ないさん。オッケー。あ、ダメなら協力するしかない。ありがとうございます、嬉しい。金貨です。金貨すぐ持ってました。金貨塗ってまた塗ってくるくるくる、かゆい。カニさんに噛まれちゃった。用意が良すぎる。やったあ、待って、アリンコグッズたくさん作ったりイラスト描いたりはお任せで、お、ありがとう。配るのは無理だけど、なるほどね、水吉さん。じゃあ水吉さんにグッズを任せます、よろしくお願いします。イラスト描いたり、なんだっけアリンコグッズ作ったりお願いします、嬉しい。おっつ、あ、妖精さん、おっつ、ありがとう。水吉さんフォローしとけ、お、OK です。マサさんだ、マサさん。水吉さんたくさん書いてくださるので。うん、安定のチョーカー、あ、そう、安定のチョーカーです、じゃじゃん。あ、欅坂さんも大好きですよ、欅坂さん。なんか追加メンバーオーディションがあると聞きました。聞いた聞いた。お腹すきましたね、ちびこさん。お昼ご飯何しようかな。わがまま王女に関しては任せてください。なになになに、わが TT ポーズ、 TT、 あー、 TT、 あー、イオンモールでキラキラしてます、嬉しい。ラーメンマンさん、ありがとうございます。ラーメンマンさん嬉しいです。もっともっとパフォーマンスには磨きをかけて頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。瀬戸内の声めっちゃ好き、嬉しい。メイマカシーさん、ありがとうございます。瀬戸内の声、なんかカラオケで、そう、入ったというか、カラオケで歌えるらしいので、ぜひぜひ皆さんも練習しに行ってみてはどうでしょうか。アリサも行きたいです、瀬戸内の声歌いに。はい、ありがとうございます。ゆきさん、ゆきさん、メモ係さん今はいないんですよ、お仕事中です。そうなんですね、カニさん座れちゃってさ、めちゃくちゃかゆう。金管、金管塗ってまた塗って、すぐ噛むんだから血座れちゃったよ。こんにちはアリー、イエーイ、こんにちはアリー。あ、そろそろ仕事だけら寝なきゃ。お、ダンチさん、そろそろ寝なきゃ。そうだね、あの、また今日もあれですか、なんだっけなんだっけ、夜勤だ、夜勤。あ、五十カウント西上笠さん、ありがとうございます。金柑好きな、金柑あ、無比派なんだ、なるほど。で、無比もあるんですけど、金柑持ってきちゃった。熱いよ、しゅんさん、熱いですね、クーラーつけてる、クーラーつけてるの。金柑の CM 出れるね。金柑、金柑大好きだよ。もう蚊に刺されてた金柑です。あっていう、うなクール、あ、なるほど、うなクールか。なるほど、なるほど。うなも持ってると。2個も噛まれてるんだもん、見てくださいよ。ポツポツ。2個も噛まれてるよ。あ、虫 HD 派、虫 HD 派か。あ、なるほど、あったな。あ、今日なんで約束してないの？約束してます。今日はですね、なんでだったっけ？お昼過ぎぐらいから自主練開始なので、今日はのんさんと自主練頑張ってきまーす。ファイトン。お昼何食べようね。あるかな？てか、ご飯あるかな？そうなんです。今日はお昼過ぎぐらいから自主練があるので、そう、自主練があって。その自主練終わりの帰る時にまた配信できるかもしれません。あと1回ね、本日3回目の配信できるかな、かな。誘ってください、見学します。見学ですか？ありのんで配信する予定ですか？ありのんで配信する予定はですね、このもうすぐ11日から握手会なので、幕張のホテル会場からまたありのん配信をしますよ。ギフトがたくさんだ、ありがとうございます。峯岸たまごさん、ハート、ありがとうございます。マスターさん、だるま、ありがとうございます。ミスタージェット、
Z さん、だるまありがとう、青いだるまありがとうございます。西上笠さん、スイカ、くまちゃんスイカ、そして花束10個ありがとうございます。嬉しいです。自信頑張りますね。アリの配信でするよ、あ、読んだかそう、東京の幕張のまたホテル会場からやできたらできるよね、絶対できるのやります。今日は始発で帰ってきたはずなのに、アリちゃんの配信見てテンション上がってます。嬉しい、ヌンヌンさんありがとう。ヌンヌンさん、お昼ご飯なかったらこれは事故なんだ。どっちもどっちよ、歌っちゃうよあ、アヒノン、アヒノン、アリノンです。あゆみさん、アリノンです。自主練頑張ります。モッパーさん、アリノン最強だからな。でシュンさん、ありがとう、間違えた、アリノンかわいい。あゆみさん、アヒノン、アリノン配信楽しみ。お、ゲソッチさんありがとうございます。ゲソッチさん、広島の握手会と、ユンさん嬉しい、広島の握手会に来てくださってありがとうございます。広島から見てるよ、ありがとう、嬉しいよ。夜勤です、おやすみ、また来ます。お、ダンジさんおやすみ、また来てね、夜勤頑張ってください。イエイ、ここでちょっと自主練の様子見せて、ね、自主練の様子見せて自主練ですかお、アリちゃんグッズ考えてつぶやいてツイッターでアンケートとか取ってグッズ作る。お、水吉さんありがとうございます、本当に嬉しいです、ありがとうございます。じゃあグッズは水吉さんに任せの、お名前はアリさんに任せてください、お願いします。キャーン、あ、今仕事から帰った。お、ゆうさんお疲れ様です、お帰りなさい、お疲れ様です。あ、リリリさんこんにちは、初見です。リリリさん、じゃん、 ST48 の広島県出身、12歳、中学1年生、アリちゃんことミニオシャリさんです、よろしくお願いします。よかったら右上のハートをポチッと押してルームフォローも待ってます。初見さん今日たくさん来ていただいて嬉しいです、ありがとうやっぱアリちゃん見ていっぱい見て幸せって、モッパーさんありがとうございます。自主練終わりの帰る時とかもね、できたらやりますよ、家まで車配信だと思うけど出かけるからフライング出向また配信あったら来るね。お、シュウさんありがとう、決まった名前、ハッシュタグアリ、ミニオシアリスとかでいい？あ、なんかつけてほしいタグある、どうでしょう、決まった名前とミニオシアリサぐらいでええかな。水木さんありがとう、嬉しい、ありがとう。金柑で果実違いますよ、じゃーんさあ虫に噛まれちゃったよ、カカカニ2個も噛まれちゃった。ぬりぬり、金柑塗ってまた塗って、ブチュブチュ、おー、スースースースあ、シュウさんただいまお帰りです、ありがとう。あゆみさん5歳の妹がいるんです、嬉しい、5歳の妹さん嬉しい、ありがとう、応援してください、ありがとうございます。自主練の休憩で配信できるどうじゃろう、どうだろう、ゆうさん覚えてね、ありがとうございます。字が綺麗でありがとう、リリリさん。ケンケンさんこんにちは、ケンケンさんこんにちは。あ、西上笠さんハート100個ありがとう、ハート100個ありがとうございます。谷さん、アリちゃん可愛くてフォローした、谷さん嬉しい、谷さんありがとうございます。ゆうかさん、あ、初見です、ゆうかさんありがとうございます。たくさん初見さんが来てくださってて嬉しいです。 ST48 のミニオシアリサです。よかったら右上のハートをポチッと押してルームフォローお願いします。なんぞなそれは待ってね、あさきさん、アリちゃん推しメンはココアとアリちゃんとユイモだよ、あさきさん嬉しい、ありがとうございます。ココア、そう、ユイモの中に入れて嬉しい、ありがとうございます。みずきさん頑張ってね、頑張ってください、お願いしますご飯中元気で楽しいです、シュウさんありがとうございます。喜んでる、ありがとうな、 妹さん喜んでる、嬉しい、あゆみちゃんありがとうございます。ゆうさんかわいいってありがとうございますアリちゃん推しの人たち、よかったらグッズ制作の協力お願いします、お願いします。
こちらこそ本当にみんな協力していただきありがとうございます。アリ族のみんな大好きです。見てたアリ族大好きです。イエーイ。大塩さんいいよ、お買い物ポニッシュよかったで、ね、ほんまにありがとうございます。ポニッシュポニッシュ。日を寝るとき5箇所もさ仮刺された、刺されやすい。 大型って刺されやすいんや。アリさん A 型だぞ。 A 型も刺されちゃった。かわいい。ソキさんありがとうございます。出遅れた、あ出遅れすぎた、ごめん。うーちゃん全然大丈夫。あと15分をやりますよ、配信12時までやります。2時間。こんな顔日本人多くなって言います。あ、なんだ待ってよ、逆だった。待ってよ、こんな可愛い人日本におるか。ソキさん、いや、いませんねいませんよ。私のコメント押してプロフィール押したらツイッターに行けます。お、ありがとうございます。水吉さんいつも見させてもらってます、ありがとうございます。美術ですか、極力協力です。最後まで見れない、出かけてくる。お、ミントさん全然大丈夫です、ありがとうございます。お出かけいってらっしゃい。スイカ食べてるわ。お、スイカ食べてるの美味しそう、いいな、スイカ。イエイ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 。お、4816人、みんなありがとうございます。4816人です。みんなお仕事中なのにね、いっぱい見に来てくださって本当にありがとうございます。グッズも決まったしね、お名前は任せておいてくださいね。寝る人多いのかな、どうだろうギミック多いね。あ、素敵だ、ありがとうございます。ギミックあれ、とこいっぱい釣れます、釣れてますよ。アグネちゃん嬉しいです、ありがとうございます。アリ族のみんな、よかったらアリ、このキャラクターのうちわ持って応援してください、お願いします。イエーイ。アクシデント中状況バタバタしすぎて、アクシデント状況、マジかマジか。じゃあアリさんもお昼ご飯持ってきたんですよ、じゃーん。イカ天瀬戸内レモン味試食してみたいと思います。おお、歴史が書いてあるぞ。お、開け口ありました。開け口、うわっ、え、切れたなかなか可愛い、ありがとう。それ美味しそう、アリさんの大好きなイカ天瀬戸内レモン味です。お昼ご飯試食したいと思います。あ、頭の中何個か考えた、嬉しい。ズキチさん天才やな、ありがとう。ご飯食べなさい、そうだ。ですね、じゃーん、カルピスのマンゴー味とも合いますよ。そう、コンビニとかにも普通に売ってますよ、ツッキーさん。いや、うーちゃんフレッシュレモンになりたいの、大好きです。あ、嘘、ツッキーさんも食べてる、イエーイ、カルピスイエーイ。あ、食べたことない。フラタルさん、ぜひぜひ食べてみてください。お酒が進んじゃうけどね。あ、フレッシュアリンコになりたいな。アリンコ家にあるよ、広島県民あるある。いや、確かに確かに。今日も可愛い、真中さんありがとうございます。あいつの年齢で
お酒なんだ、名前ごめんなさい。広島限定な、どうだろう。でも瀬戸内レモンだからどうなんだろうね。最近瀬戸内ってついてる商品いっぱい見かける。そうなんですよ、ゲソッチさん、瀬戸内なんとか味とかね見ちゃうっけ。あら、 ST のために作られたのかみたいな思っちゃう。あ、いつかみおりんさんで CD じゃない、ヤマピーさんできるの。美味しそうだね、美味しいですよ、めちゃくちゃ。ふどうちゃん、確かにさきさん頑張ります。ゆいちゃん、名前優しい、ゆいちゃんありがとう、ゆいちゃんありがとう。酒飲まれへんぞ、そうか、多かでも飲めんなんか。あ、ローソンの ST コラボ商品についつい手が伸びる、嬉しい。あゆみさん、ありさもね、前ローソンにいたんだけどね、なんかほとんどなかった、売れたかな。嬉しい。そう、ほとんどなくてね、買えんかったよね。また今度行ってみます。あ、大阪にもあるん、さきさん、大阪、いや結構あるのかな。なるほど、広島以外にもあるらしい。大阪もスーパーにあった、スーパーか、なるほどなるほど。ダリナさん、シーリーメイ好きって、なんあ、シェリーメイか、シェリーメイちゃん可愛いよね、好きだよ。関東でもあるのかな、どうなんだ、九州でも見たぞ。お、ありそう。ありそう。瀬戸内って書いて青白ボーダーだと思う、ST だなって買うよね。お、嬉しい、ありがとう。ローソンの ST コラボ第2弾楽しみに待ってる、ありがとうございます。ありそう、まだ第1弾ね見てないんだけど。そう、前いたんだけどほとんどねなかった、で作り売れちゃったのかな。今度また行ってみます。お、じゃあ53分なのでキャッチフレーズいきたいと思います。じゃん、いきますよ。アリちゃん推しになるのはアリアリアリサゴ出航。はい、ありがとうございます。中学1年生アリちゃんこと宮下アリサです。今日のステージ大義なんか言わせんよ、アリサらしく頑張るけん、皆さん応援よろしくお願いします。アリ出航、ありがとうございます。ポッポー。じゃあ続いてアリゾー先生いきます。今週のアリゾーはこちら、登ってこいよ君は太陽だからです。心が沈んだままなのか、起き上がってこれないのか、だったら夕日を見てごらん、夕日は明日の朝、新しい気持ちで登ろうと思いながら水平線の向こうに沈んでいる。君が沈んでいるのは何かにチャレンジして壁にぶつかっているからだろう。大丈夫、君は必ず起き上がってくることができる、なぜなら君は太陽だから。アリさんもまた一から毎日アイドル目指して頑張ります、必ず登っていきます、私は太陽だから、イエーイ、太陽のように登ります、よろしくお願いします。あ、山ちゃんかわいい、ありがとうございます。頑張るよ、シュー頑張ります。コメント欄優秀で、ありがとうみんな、嬉しい。あゆみさん、あ、せちゃんはじめまして、せちゃんはじめまして、ミニオシャリサです。よかったらルームフォローもお待ちしてます、ありがとうございます、来てくださって嬉しい。言葉やゲソッチさん、ぜひぜひ覚えてみてくださいね。眩しいよー、プシャーン。You are my shine sunshine sunshine。 毎日ライジングさん。ライジングさん、いい夢見れそうだなって、おやすみおやすみ。アリさん、はい、すごすぎるって、ありがとうございます。ユナーユナーユナー、ありがとうございます。冷やし中華食べて、お、冷やし中華いいな。僕の太陽いい曲聞いたことないな、聞いてみるね今度。あ、お疲れ様、ありがとう。イカレモン東京だもん、ローソンとかあるみたい。あ、あるんや。あ、せちゃんかわいい、ありがとうございます。ルームフォローお待ちしてます、ありがとう。お腹すいた、めっちゃお腹すいちゃったよ。
ゃあ続いて、あ、これも紹介しとこう。じゃん、アリ族募集中です。ぜひ、お名前の後にアリ族とつけてくださいね。みんなよろしくお願いします。アリ族増やします。頑張ります。あ、長めの配信お疲れやで、ありがとう。そう、キャラクターじゃなくてグッズ決めよったらね、1時間半になっちゃってるお昼決まって、多分なんかここにあるよって言ったと思うんだけど、ちょっと忘れちゃった。探しています、創作。マリップさん何歳ですか？12歳です。12歳です。イェイ、12歳。中学1年生です。じゃあ続いて、アリサのラブノート。ラブノート、ちょっと変わってるかもしれんけど。まずルームレベルは47。そしてフォロワーさんは3171人でした。増えてるかな。そして推薦コメントです。カツカツさん、ラリーさん、タックンさん、うーちゃんさん、ヒデさん、オーカー更新です。ありがとうございます。たくさんの方が推薦コメント更新してくださいました。本当にありがとうございます。全部読みましたよ。ありがとうございます。アリ族になる面接幕張だよね。まあ、やりますよ。そう、アリ族なりたいなーって思って迷ってる方、ぜひぜひ握手会、面接来てみてください。アリーってありがとう。あ、アリナン族です。ありがとうございます。さっきさん。86人、嘘。めちゃくちゃ増えてくれてるな。ありがとう。まだビスコ1個しか足りない。嘘。なったってさっきさん、ありがとう。嬉しい。3186人。こう増えてくれたった。ありがとうございます。イエイ。握手会北海道でやって、北海道行きたい。木下さん、北海道。お、あと2分だね。ということでランキング発表いきまーす。13位はオーカー、ありがとう。12位グレートマンさん。11位は妖精さん。10位カンちゃん。9位は A イコールさん。8位ヤマちゃん。7位はチューブになった人、マスター。6位はモーモー川本さん。5位西上笠さん。4位キズナックさん。3位モッパーさん。2位マサさん。そして1位はバイザヨッキュン。あ、ヌンヌンさんもタコチューありがとうございます。たくさんのスペシャルギフトも今日もありがとうございます。じゃあお腹空いたのでお昼ご飯食べに行きたいと言って終わりますね。珍しく生き残った、オーガーありがとう。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。2時間やりましたね。今日は2時間で5368人。2時間があっという間でした。ありがとうございました。奇跡です。確かに奇跡です。あ、1時間ぶりに復帰。結局どうなった、ジュンジュンさん。結局ですね、このアリさんに決まりました。お名前は明日に持ち越しということで、考えてきますね。ちゃんと考えてきます、お名前は。じゃあ今日も本当にありがとうございました。じゃあお昼ご飯食べて自主練頑張っていきたいと思います。じゃあ行ってくるね。バイバーイ。また来てね。ありがとう。帰りの車配信もあるかもしれません。ゴリラ配信待っててね。バイバーイ。バイバーイ。